熊本豪雨被災者支援小型仏壇無償提供クラウドファウンディングを開催いたします。皆様どうか一つですね、広く浅くご協力よろしくお願い申し上げます。 輪島漆器仏壇店の代表永田光希でございます、えー、この度はですね7月ですね熊本豪雨未曾有の大災害がございましたであの私ですね今まで80基ですね自費でですねこちらのお仏壇をあの人吉のおじいちゃんおばあちゃん仮設とかにお住まいですねあの今仮暮らししてらっしゃいますねその方にお届けしておりますでもですね足らないんですよ最初100基あったらですねまあ12月ぐらいまでいいかなと思っておりましたところがですねもう 全然足りませんですから、よかったらですねクラウドファウンディングという形でですね皆様に広くですねお伝えしてですねご協力をよろしくお願いします、やはりこれでですねこのお仏壇これはあの、立派なお仏壇、これは仮設住宅あたりにもです、ね、ちょうどいいお仏壇でございます、これとあとですねたい、まあ、4万5000円ぐらいかかるんですよ、この花瓶とですね航路、それとこちらが、まあ、ろうそく、はいですね、これまでセットでお付けいたします。 で、これはもう無料でお付き合い。 サビしししてててるんん。でですすよ。決して私ははねもうあの、見返りり期待しておりませんやはりですね、もう人吉のおじいちゃん、おばあちゃんですね、今まで住み慣れた家がもう全部破壊されて、ですね、家財道具、全部なくなっているんですね、もう仏壇ももちろんなくなっています。で、あの生きる希望というか、ですね、それと家族の絆、ご先祖様とかですね、釣り合いの方とかの、もう遺、位牌、あと写真とかもみんな流れてしまっているんですね、生きる希望もなくらしらっしゃいます。おね、新しい勇気をですね お届けしたいいと思います。それがもう我々ですね、お仏壇を扱うものとしてのですね、義務ではないかなと、私、今回の被災で、やはりあの、最初、ですね、かなりお電話をいただきました、どうにかしてくださいということで、現場に行ってです、ね、はあ、なんか想像以上ひどいなと思って、ですね、これは何か我々、お手伝いをせないかんなと思いまして、ですね、小型仏壇、無償提供を実施しております。ただですね、やっぱ足り足ません。 ですからですね、あの全額ですね、皆様からいただいたお金はですね、お仏壇の制作代金の方に回してですね、一押し被,害者の被災者の方にですね、もうす全て還元いたしますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。お年寄りにですね、お仏壇と生きる希望をお届けしたいと思います。一つ皆様よろしくお願いします。広く浅くご支援、よろしくお願い申し上げます。